怖い。はい、OK です。 8.65 なんです。おぉ、あ、英語2匹。そういうことっすね。これは重いわ。最初2匹分がヒラメに見えたんですけど、なんか、あ、違う魚だと思いますね。来た。何？あ、サメだ。いや。でもサメがいるってことはいいことっすよ。怒られちゃいますよ。あ、すげえ、まぶた閉じてる。さすがそれ切り外すの怖いですね。いいらしいですか。はい、バイバイ。あー、ごめんなさい。切られるところはないね。切られる。ラインが。あ、タイっぽいっすね。タイっぽいですね。下から多分15m ぐらい前に来る。うん。うわ。これはやばいかな。どれ向きかな。まあまあじわっとじわっと。ここで大きいのも上がってる。これはですね。え、入ってみたっけ。60とかそんなにするんです。予想よりでかいのは気のせいですか。まあこの前も僕やったんですけどね。70ぐらいじゃないですかね。よいしょ。あ、入ります、入ります。よし。意外と
せば8。79だ。違うサッカー、あ、はい、はい、お食べ頃サイズで、タコ？あ、違う、イカかちょっとサイズアップ、あ、いいサイズ、いいサイズ。あ、それネットいきましょうか。危ない。あ、こっち向けないで。出方がシーラっぽかったよ。シーラ。マジ。
シイラという情報があるシイラ釣ってる場合じゃないシイラはいいよシイラと聞くやいないややめるこれ。いいサイズ。これ3人で写真撮りましょうか。あ、ついてきたかと思った。でかい。足一本なんでね、ネットつけて。はい、そうですよ。はい、はい、OK です。やっぱ順番通り
イカだと思います。それはイカでしょ。うわあ危ない。あアウト。はい、